上本達之は山口県宇部市出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。現在は埼玉西武ライオンズ二軍打撃コーチ。宇部商業の主力選手として出場した第80回全国高等学校野球選手権大会では2回戦の対トヨタ大谷戦でサヨナラボークでの敗戦を経験している。卒業後、共和発行に入社。 チームの11年ぶりとし対抗野球出場に貢献。2002年11月20日に行われたプロ野球ドラフト会議6巡目で西武ライオンズに指名され入団。2003年はフレッシュオールスターゲームに出場した。入団3年目の2005年に一軍初昇格を果たし、同年8月18日の対千葉ロッテマリーンズ戦で代打としてプロ初出場。同年は 計7打席に立ったが、無安打に終わった。2006年7月15日のタイロッテ戦で7番、一塁一種として、プロ入り初スタメン出場し、矢蓋康彦から、プロ初安打を放った。同年の秋口に、西武池袋線の小手差し駅前の、埼玉リソナ銀行でお金を下ろそうと思った時、ATM の上に置き忘れてあった3万円を財布に入れた。2007年、 開幕前のキャンプで主力組に招集されたものの、シーズン序盤は出番がなかった。しかし6月に一軍昇格。6月30日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で代打で起用されて、敵地打を放ち、プロ初打点を記録。その後は主に一塁の守備がため、左の代打、緊急時の控え保守をこなして、チームに貢献した。すべて対右投手で起用されたが、打率。 188に終わった。2008年は、プロ入り初の開幕1軍入りを果たした。控え保守権一塁主として、出場を続けた。日本シリーズでは40人の選手枠に登録され、正保守の細川が負傷したため6戦目と7戦目では、ベンチ入りを果たすも、出場機会はなかった。アジアシリーズでは、全試合でベンチ入りし、第三戦の大転身ライオンズ戦で途中から、 指名打者として出場した。2009年5月23日に初めて星として一軍でスタメン出場。7月5日の大楽天戦で青山浩二からプロ初本塁打を放った。7月8日、対日本ハム戦の7回裏に代打で出場し、ダルビッシュ優から2試合連続となる逆転2点本塁打を放った。7月27日、モデルの秋山舞と入籍。 保守としての出場が37試合と一気に増え、無失策、一法律であった。その他、先発投手が、右投手の際に一塁手や、指名打者として、スタメン出場し、また左の代打などでも起用され、第3保守の座を獲得した。同年は打率、257.4本塁打、15打点を記録、さらに両リーグ最多となる、代打本塁打3本を放った。 8月22日の対ロッテ戦では、ブライアンシュコースキーから、プロイル初のサヨナラ打を記録した。2010年のシーズン序盤は、正捕手のザコソ細川に奪われたが、打撃を期待され相手の右投手が先発の試合では、外野手として、スタメンに名を連ね、また試合終盤に、細川の代打で登場しそのまま守備につくケースも多く、見られた。チームが、 保守二人体制を取るようになってからは控え保守として待機することが多くなったが、7月下旬からはスタメン保守として出場する機会も増え、結局自己最多の91試合に出場した。8月29日の大楽天戦では、小山真一郎からプロイル初のサヨナラ本塁打を放っている。代打としてリーグ最多の41回起用され、 打率4割であった。2011年は序盤から打撃不振で6月5日に登録抹消となる。7月8日に再び登録された後も代打起用のみであったが8月13日の対オリックスバファローズ戦に先発出場し先発の西口文也を高リードすると以降西口が先発する試合はすべて上本がスタメンマスクをかぶるようになった。 9月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、プロイル初の満塁本塁打を記録した。2012年は74試合に出場し、27、アンダは2010年に次ぐ、自己2番目の記録となった。2013年は42試合出場にとどまり、2009年以降では、最小の出場数となった。2014年は、前年より、さらに出場試合数を減らした。 シーズン中に保守以外のポジションにつかなかったのは2005年以来9年ぶりだった。2016年は開幕を1軍で迎える。7月29日のオリックス戦で2013年以来3年ぶりのホームランを記録。7月14日には FA 権を取得した。3年ぶりにファーストも守ったほか、左の代打として1軍に帯同し、キャリア初の打率3割を記録した。 2017年も開幕1軍入りを果たすが、出場機会に恵まれず、8月14日に登録抹消されるまでに11試合の出場に終わり、10月6日に球団から戦力外通告を受け、10月20日に任意引退選手公示され、2017年10月21日にブルペン保守としてチームに残留することが発表された。 2020年シーズンからワニ軍育成コーチに就任する。2021年にワニ軍打撃コーチに配置転換された。ありがとうございます。